皆さんこんにちは、個別指導塾基礎塾長の小林です。笹川です。はい、今日のテーマなんですけれども、旧帝宗慶の現役浪人比率を一挙調査2023年版ということでやってみたいと思います。やっぱりね、今浪人減少が進んでいるというふうに言われていますし、今年のね、共通テストの志願者速報ですね、確定値じゃないんですけども、その段階でもやっぱり浪人生かなり減っているということで、今後の動向が注目されるわけですけれども、実はこの企画2020年のデータで1回やってるんですよね。はい、はい、なのでここから3年後のデータを見てどう変化をしたのかということを今日はね、さらにピックアップをしてお話をしていきたいと思いますので、結構数年前にね、見たよって方もいるかもしれませんけども、ぜひね、今回の動画も最後までご覧ください。はい、今回はですね、各大学のホームページ、よゼミさんの大学別入試情報、あとは有名大学データリサーチさんの情報を引用させていただきました。以前調査した2019年、または2020年のデータと、2020年か2023年のデータで比較していこうと思います。はい。はい、まずは、早慶から、早稲田大学から見ていこうと思いますね。はい。はい、現役生の割合を求めているんですけども、こんな感じになっておりまして、全体的に 5% から 10% ぐらいは現役生が増えたということになりますね。そうですね、だから全体でちょっと平均、学部数によって人数違うから、ざっくり平均出しにくいんだけども、パッと見ですよ、8割近く、7割の、ね、後半ぐらいは現役生だよね。そういうことですね。で、特にその総合理工学部とか所沢キャンパスの2つの学部ですとか、もともと浪人が多かった学部なんですけども、そこは 10% 以上も現役生が増加したという感じですね。で、ただ意外なことに政治経済学部のみなぜか現役生の割合がちょっとではありますけども減少しましたね。多分これは入試制度が変わったことが影響してて、はいはい、共通テストむずいじゃないですか。はいはい、なので浪人生の方が多分取れてるんだよね。あ、でぶっちゃけ英語国語的なテスト、オリジナル問題はあんまり多分現役論に差がつかないので、やっぱ強手でガチッと点が取れた浪人有利っていうのはぶっちゃけあるんじゃないかなと思いますね。ああ、なるほどですね。はい、続いてはですね、慶応義塾大学について見ていこうと思います。全体としてこんな感じになっておりますと。はい、はい、慶応については早稲田よりは浪人の方の数が多い、そうですね、パーセンテージが多いということになりますが、はい、それでも増えてはいますね。そうですね、割合としては大体 10% 弱は現役生の割合が上昇したということになっておりますと。ちなみにですね、早稲田は整形だけと現役生の割合若干減りましたけども、慶応についてはですね、現役生の割合が減少した学部はなかったということですね。どの学部も、現役生の割合が増えていると。はい、そうですね。で、特に医学部に関しては 18% も現役生の割合が増加したんですよね。いや、そうなんですよ。だここはね、結構なんていうか放置できないというか、特に医学部やってるね、医学部指導やってる人間からすると、めちゃくちゃね、注目度の高い数字ですよね。そうですね。では続いてはですね、旧帝大ということで、まずは北海道大学から見ていこうと思います。こんな感じになっておりますと。ここも大きく変わりましたね。そうですね、もともと北大といえば若干浪人生の割合が高い大学だったんですけども、こちら現役生の割合を大きく伸ばして7割超えとなりましたと。そうですね、はい、あえて見てみると、歯学部ぐらいですか、5割台でとどまってるのは、はい、ね、ただそれでも 10% 以上は伸ばしますからね。そうなんですよ、はい、なので、かなり現役生の割合が増えてきているという印象ですよね。そうですね、かつて現役生の割合が低かった医学部、医学科ですとか、今言った歯学部ですとか水産学部なんかも、6割ぐらいは現役生を占めるようになりましたと。多分やっぱり慶応の医学部なんかだと、ぶっちゃけ私立だったら他の大学もね、併願してそっちに行っている人もいると思うんですよ。ただやっぱり北大の例えば歯学部とか獣医だとあんまり替えが利かない学部じゃないですか。あ、確かに。そうなるとやっぱりどうしても行きたいから、もう1年もう1年っていう方はいるし、僕は全然それはね、いいことだと思うんですけれども、まだ多少ね、パーセンテージは低いだけど、前と比べると相当ね、 10% 以上上がっているということで、これもね、かなり要チェックなポイントかなと思いますね。医学部も相当上がってるからね。そうですね、傾向として見てみると、やっぱり文系学部の方が理系学部よりも現役生の割合が高いっていう印象がありますね。はい、はい、では続いてはですね、東北大学について見ていこうと思います。はい、こんな感じになっておりまして、こちらもですね、やっぱりかなり伸ばしていますね。そうですね、薬学部と歯学部はちょっと出てなかった感じですかね。あ、そうですね、はい、はい、ただと経済学部とか理学部みたいな、一部ではありますけども現役生の割合が微減したところもあります。これは何でですか？そうですね、ここに関しても多分やっぱり共通テストの部分だったりとか、あともともとパーセンテージ高いですよね。そうですね、だからあんまりそもそも変わらなかったっていうのが大きいと思うんですよね。はい、例えば、文学部とかでもほぼ横ばいですよね。 0.7% しか変わってないので、むしろ共通テストで点が取れた浪人生だったり、やっぱ東北大系それなりに、ね、手応えのある問題とかも出てくるんで、そういうのが取りやすかったかなというふうには思いますね。ただ、やっぱり全体として見てみるとやっぱりちょっと上がっているっていうのは言える
ると思います、ね、そうですね、はい、同じ文系でも例えば教育学部、うん、まあまあ、全部が文系ってわけじゃないけど、はい、教育学部に関しては 20% ぐらい現役率が上がっているので、うん、やっぱりこういったところは非常に注目度が高いですよね。はい、そうですね。では続いてはですね、東大について見ていこうと思います、はい、東大こんな感じになっております。はい、はい、でこちらもですね、まあ大体 10% 近くは現役生の割合が増加したということになっております。そうですね、はい、じゃ実際どうなんでしょうね、現役生が有利というよりも、うん、現役生の間にやっぱり決め切ろうという受験生が増えているんだと思うんですよね、はい、うん、やっぱり東大のレベルになってくると、なんか浪人生だと不利になるとかってことはまあないので、うん、まあ、はい、ただやっぱり一番注目しなきゃいけないのは離散ですよね。そうですね、実は離散が最難関なんですけども、最も現役生の割合が高いんですよね。そう、もともと離散って現役率が高いことで、まあ、あの有名なんですけれども、はい、まあ、とうとう8割を突破したということで、うん、まあ、5人のうち4人は現役生、はいはいはい、ということですから、まあ、だからどうなってるかというと、結局もう離散レベルの子たちになると、うん、1年間の浪人とかじゃなくて、そもそも、まあ、中学高校の6年間なんなら小学校からの積み重ねで、あの勝ち切っているということですよね。あ、結構残酷ですもん、昔から決まってるって感じで、まあ、まあ、昔は決まってるというよりはその積み上げてきているところね、はい、そこがやっぱりあるんじゃないかなと思いますよね。うん、そうですね、はい、では続いてはですね、名古屋大学について見ていこうと思います、はい、名古屋大学はこんな感じになっておりまして、もともと旧帝大の中でも最も現役生の割合が高かったんですけども、まあ、2022年もそうだったという感じですね、うん、そうですね、やっぱり東京と違って、まあ、名古屋とかに行くとやっぱりどうしても名古屋大がいいっていう人もいるので、うん、医学部とかは上がってるんですけど、例えばまあ 66% 台ということですよね、はい、うん、まあ、ただそれでもやっぱりほとんどの学部で8割以上が現役を占めるということで、うん、まあ、非常に現役現役生の割合、現役が強い大学かなとは言えると思いますね。そうですね、はい、特にあと名古屋とかであればね、周りにあのさっきの東北大とか北大と違って周りに大学も結構多いですから、ね、あ、そうですね、はい、はい、まあ、ただやっぱりもともと現役生の割合が高いということもあって、まあ、文系学部の増加幅は、まあ、今までの大学と比べると、まあ、若干小さいような感じもありますね、はい、はい、では続いてはですね、京都大学について見ていこうと思います、うん、京大はこんな感じになっておりますと、はい、まあ、ここもだから注目しなきゃいけないのは医学部医学科ですよね。そうですね、医学部医学科が8割以上が現役生となったんですよね、はい、理算とだから同じ傾向ですよ結局。うん、やっぱ厳しいですね、うん、はい、まあ、2019年は文系学部の方が理系学部よりも現役割合が少し低いという傾向だったんですけども、まあ、2023年になると、まあ、文系と理系でそこまで変わらないという感じ、まあ、大体どっちも 65% ぐらいという感じになりましたね。そうですね、あとは京大の場合は、まあ、近年の問題傾向も結構影響していると思いますね、はいはい、なんかすんごい難しい問題をとにかく解かなきゃみたいな、うん、そのなんか浪人生が有利というわけじゃないけど、浪人生とかやっぱ時間かけてやってきた人がっていうよりは、やっぱり本当基礎基本標準的なことを確実に、うん、高い水準でこなせるかどうか、うん、関東で特にそうだね、関東できるかどうかみたいな、はい、やっぱりそういう問題がやっぱ増えてきているので、うん、そうするとやっぱ現役の時にしっかりとやってきた子たちが強いのかなとは思う。ただ、はい、東大とかと比べるとまだまだ浪人率高い印象がありますね。そうですね、もともと旧帝大の中でも京大は結構浪人生が多かったですからね、うん、その傾向は変わらないという感じではありますね、はいはい、では続いてはですね、大阪大学について見ていこうと思います、うん、阪大はですねこんな感じになっております、はいはい、まあ、阪大もまあ若干現役生の割合が多くなったんですけども、まあ、増加幅としてはまあそんなに大きくないかなという感じではありますね。そうですね、はい、まあ、ただ文学部とか、まあ、外国語学部とか、まあ、もともと現役生の割合がまあ高かったんですけども、まあ、そこはあんまり変動しなくて、で逆に法学部ですとか経済学部ですとか、うん、まあ、現役生の割合がまあそこまで高くなかった学部がかなり増加したという感じになっております、はい、あとね、やっぱり注目していただきたいのは、薬学部とかはね、もう 83.8% が現役生だということなんで、はい、相当高いですよ。多分今日出てきた中でも一番ぐらい高いんじゃないですか、うん、そうだと思いますね、はいはい、まあ、あと注目どころで言うと、まあ、医学部保健学科ではありますけども 26% も現役生の割合が増加したという感じになっております、うん、そうですね、はい、一方で医学部医学科の変動としては、今まで見てきた9例と比べるとちょっと小さいかもしれないですね。 2% ぐらいで、まあ、それ以外ですと、まあ、基礎工学部とか歯学部といったもともと浪人生が多かった学部、まあ、こちら6割未満だったんですけども、そこは現役生が6割程度まで上がったという感じになっておりまして、まあ、やっぱり加減が上がったという感じでありますね。そうですね、はい、では続いてはですね、九州大学について見ていこうと思います、うん、九大は全体としてこんな感じになっております。そうですね、九大ね、今年ね問題難しかったのでちょっと波乱だったんですよね。あ、だからちょっとね、減老率がねぐちゃぐちゃっとしてるっていうのはちょっと事実かもしれないですね。そうですね、はい、まあなんか全体として学部ごとのなんかブレ幅が大きいかなという印象はありますね、うん、そうですね、はい、まあ、ただやっぱりその問題傾向もあって、若干浪人生が有利だった形式ではあったかもしれないですね、うん、あとはですね、注目どころで言うと、まあ、なぜか医学部生命科学科の現役生の割合が激減した
だと 20% ぐらい減ったんですよね、うんうん。まあ、ただこれはもともと募集定員が12名しかいないので、ね、はい、非常に少ないので、まあ、どうしてもブレが出てしまったかなという印象ではあります。だって、ね、たまたま2人ぐらいね、はいはい、現役だったり浪人だったりするだけで 20% 近く変わっちゃいますから、はい、まあ、ちょっとこれは仕方ないかなというふうに思いますね、まあ、そうですね、まあ、でも全体的にまあメジャーな学部はまあ基本的に8割ぐらいが現役生が占めるようになったということで、うん、まあ、やっぱり若干ではありますけども現役生の割合が増加したというのは言えると思いますね。はい、はい、ということですね、まあ、やっぱり見ていくと、まあ、全体的にまあ 5% から 10% ぐらいは現役生の割合が増加したっていうのが言えると思いますね、うん。まあ、やっぱりコロナとか入試改革によるまあ影響はまあ段階内でも結構見られたっていうのが言えたと思います、はい。で特にですね、もともと現役生の割合が低かった、うん、まあ、半分以上浪人だったような学も、うん、昔ありましたけどもあった、ね、はい、まあ、そこはやっぱり6割ぐらいが現役生が占めるようになったということで、もともと現役生の割合が低かった学部で特に現役生の割合が高くなったっていうのが言えたと思いますね、うん、はい。であとはまあ一部の学部ではまあ若干現役生の割合が下がったところありましたけども、やっぱり入試改革だったりなんか元々の定員数だったりそういったところが影響していたかなっていう印象ですね。そうですね。でここまで見るとなんか現役で行くしかないみたいな感じだと思うんですけど、はいはい、僕ら2つ、はい、やっぱり現役で行くことは大事です、うん、大事だけどもじゃあなんとなく現役で行けばいいわけじゃないですよね、はい、結局現役で取れてる人受かってる人っていうのはその前から準備をしているわけですよね、うん、だからやっぱり、まあ、いつも言ってる話で申し訳ないけどやっぱ先取りをねしっかりやっていくとか早い時点で受験勉強を開始するってことをねぜひ心がけてほしいのと、一方でもう浪人だから絶望だじゃないんですよ、はいはい、うん、浪人生もっと減っているので、うん、実際浪人生が減った割合と現役生の割合が増えた割合で言ったら多分浪人生前線してるんですよね。ああ、そうかもしれないです、ね、でしかも正直今浪人する人って中途半端な浪人少ないんですよ、うん、やっぱり難関大行きたいと本当 9.0 系レベルに行きたいっていう人がやっぱ浪人する時代なので、別にそれ以外で浪人しちゃいけないわけじゃないですよ、うん、ただやっぱりそういう高いレベルの子が医学部とか、うん、そういう子が浪人をしているって印象なので結構浪人生強いなっていうのは正直思います。あ、浪人生のレベルが結構上がったっていうことですかね、はい、うん、だしむしろね、はい、ハイレベルの子しかねあんま浪人しないね。あ、昔だったらなんとなく、まあ、言い方悪いですけどね、なんとなく、まあ、やっぱマーチはどうしても行きたいと、うん、でもまあニットコマ線取れたんだけどなっていう時にいや俺は浪人でマーチだみたいな人もいたんだけど、はい、今はまあまあまあ現役でね大学行って大学で、ね、充実生活をねさせた方がいいって思う人が増えているので、はい、やっぱそういう人よりはどっちかというと絶対総計絶対休憩絶対医学部みたいな、うん、まあ、そういう人がね浪人する時代になってきたのかなと思いますね。なるほどです、はい、まあ、ぜひねそのあたり参考にしていきつつ、まあね、個別指導塾キャスタイステムも生徒さん募集しておりますので、まあね、浪人生の方はもうね残り期間短いと思うんですが現役生でねこれからね頑張っていくぞというね高1生高2生の方もちろんね、中高一貫校の中学生の方もね、募集しておりますのでよろしければお問い合わせください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。